どうも、ねずっちです。先日ちょっと雑誌の取材を受けましてね、テーマとしては流行語大賞についてということなんですけど、その昔整いましたかね、トップ10にノミネートされたことがあるんで、まあそれもあってちょっと取材を受けたんですけどね、まあどれが選ばれますかね、今年はね、カメラを止めるなのカメ止めとかですね、ひょっこりはんとか、半端ないってとかね、スーパーボランティアとかいろんな候補が今上がってますけどね、まあちょっと前向きな言葉が選ばれるといいなとは思いますけどね、だけどあれだね、流行語っていうのは言ってみたらあれですよ、アッコさんがやけに元気みたいなね、あ、これは話題性がいいっていうね、文字にするとわかると思うわね、もっとまあ簡単に言うとですね、流行語というのは大人気の温泉みたいなもんだね。うん、どういうことかって、みんなが使ったってね。ねずっちです。ではまた。